こんにちは。一泊の昆虫担当の山崎です。8回目となるですね、枝コレクションの毎月の入れ替え展示は、今月はですね、今回は、南米のビエナチョウをテーマにした展示となっています。で、南米はですね、日本を含むアジアとは、異なる、生物層を持っていて、その蝶々の種類もですね、日本とは異なるものばかりです。で、今回の展示はですね、そういったたくさんの蝶を紹介したいと思います。で、この動画ではですね、その展示の中で一押しとなる蝶の標本を紹介したいと思います。それでは蝶の標本を見ていきましょう。はい、今回の展示での目玉となる昆虫はですね、やはり南米のビレナ蝶ということで、南米を代表するモルフォ蝶の仲間です。レテノールモルフォと言いますが、モルフォ蝶を代表するようなですね、青く輝く羽の色を持っています。で、この羽の色はですね、構造色なので、見てもらう角度によってですね、色味が変わったりしますので、ぜひ実際展示を見てですね、いろんな角度から見てもらったらいいかなと思います。で、あともう一種類、おすすめの蝶を紹介したいと思います。もう一種類のおすすめがこのベニスカシージャノブです。羽を見てもらうと分かるんですけど、羽がですね、全体的に透けていて、後ろの背景が見えています。こういったですね、面白い蝶々がですね、南米にはたくさん生息しています。で、第8回の、枝コレクション展、南米の美麗な蝶の展示はですね、一泊サロンの、休憩コーナーで、展示しています。珍しい蝶ばかり集めてますので、ぜひご覧になってください。